米軍山での勝利により直軍は漢中をめぐる攻防戦で先手を打つことができた。だが鄭州で起きた不幸が勢いを鈍らせる。李鄭韓羽を呉軍に討たれた劉備が敵を討つべく李陵に出陣したのである。この間に蜀の優位は失われ、改めて漢中平定に臨むこととなった。この戦に勝てば来るべき李との決戦で優位に勝てる。月英はその陣幕にあって諸葛亮を支え勝利を呼び込もうと誓うのだった。医療ではご苦労なさったようですね。いえ、しかし関羽殿は殿にとって特別な存在。そのあだを呉を討たずにはいられなかったのでしょう。わかります。でもその席を一人で追ったりしないでください。私も一緒に追うと言ったではありませんか。そうでした。私にも特別な存在が、過ぎたる妻がいましたね。過ぎたるなどと力を合わせこの漢中を制しましょう。来る決戦に備え、まずは漢中を追います。やっやっ、頼りにしていますよ。私の力に無理する。ですね、ユーユーズマの名を恥じぬよう戦います。南東の崖上より蜀本陣を吸収する。高さをこのまま力に変える。恐れず行け。崖の上から敵軍が、
頃合いか。やれ。罠か。引け。いや、接近。うわあ。Yeah!
たようだな。千両の輩に負けを引け。
明様。ああ、月意ですか。孔明様、お体の調子が悪いのですか。いえ、心配するほどのことではありません。しかし、先ほどの咳は明らかに。ここのところ戦続きだったので疲れが出たのでしょう。月英も早く休みなさい。